さあ、そしたら行きます。 R850R、 ちょっとね、エンジンオイルかなり多めのを入れていますので、暖気にちょっと時間かかりますね。こちらはちゃんと整備をしていたようで、あまり走ってないんですけどね、はい、そういったところであまり手を入れなくても良かったっていう感じですね。さすがにタイヤはですね、古いので山とかはねバリバリ残ってるんですけど、このバリ山だったんですけどね、ただちょっと気持ち古いんで、交換をしましたけど、まあ、ブレーキだとかですね、その他いろいろ見ましたけど、程度はかなりいい、整備という面でねちゃんとやってあるんだなっていう感じですね。3000回転ぐらいのこの辺りでね、走るのが非常に気持ちがいいですね。スロットルをちょっと開けるとね、こうエンジンのフィーリングっていうんでしょうかね、非常に心地いいですよね。さすがにこれロードスターモデルなので、カウルだとかですね、フェアリングですね、それがついてないので、この時期はね、さすがにちょっと寒いっていうね、長距離走ると辛い感じがしますけど、はい、ただこれ長い距離をね淡々と走るとか、これ秋が来ないようなね、このエンジンフィール、優しい感じですよね。それでいてこう秋が来ないようなね、それがやっぱり素晴らしいですよね。フラットツインね、最近の水冷タイプはね、もうヒュンヒュン回って高周波の音が出てるんで、気持ちちょっと長い距離乗ると疲れるなっていうね感じがしないでもないですけど、やっぱりねシフトとかやっぱりあのオイルが硬いのでね、しばらく寒いですからね、ちょっと温まるまでね気持ち渋いですかね、もちろんこれあんまり熱くなりすぎてもね、逆に渋くなるなんていうこともねあるかもしれませんが、基本的には ABS ですということでね、でサーボもついていないということで、このあたりの実験は、点灯してないっていうね、あれですね。さすがに天気はいいとはいえ風が冷たいので、これでですね、そうですね、100キロちょっとありますかね、ちょっとお帰りになるのがなかなかね、まあ、途中休みながら、暖を取ってお帰りいただければなと思うわけですが、非常にいいですね、なんとも言えない気持ちよさ。あとマフラーもね、ちょうどやっぱりいいんですよね、静かなのがね、これあんまり音が出ちゃうと乗っててね耳障りになってくるので、まあ、疲れるとかね、まあ、そういうところに多分つながっていくと思うんですよ。非常によく考えられてますね。そうですね、ウインカースイッチが、まあ、昔のタイプですね、左右についてるタイプですね、これね使いやすいんですよ。で最初はやっぱりね慣れないと、このウインカーのキャンセルがねうっかりホーンを鳴らしちゃうっていうね、左でね、そういうのはあるんですけど、まあ、慣れていればね、通常のこの左側で左右に動かすやつよりよっぽどこっちの方がね操作しやすいと思いますよ。ただ最近のはね、も
う普通のタイプに戻っちゃってるんですけど、ただあのスイッチ類が多いのでどうしてもねああいう感じにしなきゃっていうことになったんだと思うんですけどね。もちろんねスイッチは専用品っていうことで、はい、全部専用品になってしまうのでそのあたりでですね、他のものに交換っていうのがねなかなかちょっとできないとか、まあ、いろいろあるんですけどね。グリップとか持ち替える必要ないんですよ一切。本当に指出すだけで出せるっていうね、非常にこれでよくできてますよね。こういうところもやっぱりこう実際にこれを作ってる人がねやっぱり自分で乗ることを想定して作ってるんだな、そんなことをねいろんなところでやっぱり感じますけどね。でこちらはですねセンタースタンドで基本的には止めるぞということですね、はい、サイドスタンドで長時間止めておくとオイルがヘッドの方に上がっちゃうんで最初白煙吹いちゃうんですよね、はい、でしばらくちょっと吹いちゃうんで、だからなるべくセンタースタンドで置いておくということでございます、はい、ということで R850 ちょっと試乗してみました。